よし、やっていきましょうね。はい、2番、新しいセクションの構成ですね。やっていきます。構成ってさ、なんだっけ、まあ言ったけど、前の授業でも言ったけど、自分から光を差すんですな。する星というか天体というかね、まあそうやって思ってるって構いません。じゃあね、2の1、合成の明るさなんですけど、これは聞いたことあるから、等級っていう言葉で、まあ、言われるんだけどね、一等星とか二等星とかって言うでしょね。肉眼で見たときの等級、その明るさだねっていうのを、見かけの等級と言いますね。明るいほど番号は明るい。一等星の方が明るいし、番号が明るい。で、だん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 暗くなっていると、2,3,4,5,6,7,8 ぐるるるみたいな感じになってる。ね。まあ、一等星よりも明るい星っていうのは0とか、-1、-2、-3。ね。この数がだんだんだん小さくなっていくと明るくなっていくかな。OK。と、それ今ルールが。さあ、人によって明るさの見え方って違うじゃん。ね。ね。俺はあの星を一等星だと思うんだけど、なんか友達の誰々君はあの星を二等星だって言ってた。なんで？いや、それよりも俺は、それよりも俺は明るい星を知ってるとか言ってたんだけど、そうやって喧嘩だったでしょ。ルールを作んないと。ということで、こういうルールを作りました。いくよ。N 等星の明るさを L1 とすると、だから1等星だったら L1、 2等星だったら L2 みたいな感じでやっていくと、 L1 と L2 の比っていうのと、 L3、 L2 の比、まあ1段1等級ごとのこの明るさの比、これは一定ですよ。一等星は、ごめんね、一等星は二等星よりも何倍明るいとか、二等星は三等星よりも何倍明るいっていう、そういう何倍っていう比は一定にしようと。一定ですよ。その R っていうんだけど、だから要は L1 は L2 よりも R 倍明るいとか、 L2 はL3 よりも R 倍明るいとか、まあ、そういう仕組みですね。そういうルールを作りました。まあ、言葉で説明するなら、一等級のあの日は、こう日っていうのが言うんだけど、っていうルールを作りました。2番。え？もう一つ作ってみよう。それは、一等星って言われてるやつと、六等星ってやつに注目して、一等星は六等星よりも100倍明るいっていうルールを作りました。ね。つまりは、これさ、L6 分の L1 ってさ、こういう式になるか。
これで拡張できるな。で、それぞれこれからこれ分のこれはこれだし、これ分のこれはこれだし、これ分のこれはこれだし、これも R、 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 これも R でしょ。ね、なので R5 乗になる。つまりこれは R の5乗なんですよ。つうことは R5 乗が100つうことは R はまあその100の5乗個な。まあ要は 2.51 倍だよ。L1、 一等星の明るさは二等星の大きさより明るさよりも 2.51 倍明るいみたいな、そういうルールを作ったんですね。はい、ね、けどさ、ちょっと困ることがあるのさ、それで。距離と待ちましてないですか、ね、例えばさ、カメラさん大丈夫かな、まあ、ここに観測者がいて、例えばね、そんなに明るくないこんなめっちゃチークだみたいな、ね、星が割と近いところにあって、すんごい遠いところにもうすんげえ光ってるこんな星があったとしようよ。けどさ、この観測者から見たらこっちの方が明るく見えて、こっちの方が暗く見える。まあ、よくあることじゃん。ね。それはどうなのよ。それフェアじゃないよな。ということで、これはただただ見た時の見かけの等級って言われる、ゆえんですね。遠いけど超明るい。本当は超明るいっていうと、近いくせに本当は超あまり明るくない。見かけの通る、ごめんね、見かけの等級では正しいエネルギー放出についての話ができない。すごい明るいとさ、エネルギーめっちゃ出してそうに見えるでしょ。だってさ、あんまり明るくないとなんかプッ、あんまりエネルギー出してないような感じするじゃん。ね。だけど、でもこのおっさんは、いやこっちの方が明るいとかって言ってたら、なんか正しいエネルギーの方じゃなくてできない。困るね。ということは、絶対的な、等級の話をしないといけないね。ということで、次はこの話をしていきます。